皆さんどうもこんにちは。食後はアイス派なのに今からプリンを作る料理人かけるでございます。さあ今日は、プリン、それもとろける滑らかなプリンを作っていきたいと思います。それではやっていこう。はい、調理していきましょう。ではまずはマグカップにですね、牛乳を 100ml 入れます。よいしょ。そして次にこういった感じのね、ホイップ、お店に、置いてあるもの、結構何でも大丈夫ですね。高いやつを安いやつって置いてあると思うんですけど、割とね安いやつでいいと思うので、私はお店にある中で一番安いやつを買ってきました。これを 50ml 加えます。で、プリンってもちろん茶こしでこすっていう作業をねよくやってくださいって言うと思うんで、あれをやるとやっぱりきめ細やかにはなるので、ぜひやってみてください。ただまあ面倒だという方のために今回はねなしでやっていこうと思います。はい、そして次はこちらの、粉ゼラチンをね入れていきたいと思います。この粉ゼラチンは、今回、小さじ1、5g 入れていきます。はい、そしてお砂糖です。これもね小さじ1入れていきます。で、あとはこれを混ぜましょう。で、溶けてなくても大丈夫です。この時点で混ぜ終わったら、レンジに 600W 1分半入れます。はい、1分半レンジでチンしました。これをねまた混ぜていきます。で、溶け残りとかね、まあ一箇所に固まってたりとかするので、ここはしっかりね混ぜてあげましょう。はい、そしたら混ぜ終わったらね、ラップをします。ラップをしたらこの状態で、冷蔵庫で冷やしてあげましょう。はい、それではね十分に冷えました。こちらをね開けていきましょう。こんな感じです。固まってますね。よし。で、これをねちょっと軽く振ってあげましょう。はい、今ね落ちましたね、ボドーって言って。よし、それではオープン。はい、こんな感じで綺麗に仕上がりましたね。それではねこちらをさらにね味付けしていくために、今からねカラメルを作っていきたいと思います。なのでこちらはね冷蔵庫で保存しておきます。はい、それではねこの別のマグカップに、カラメルを作っていきたいと思います。小鳥、それではね、まずお砂糖ですね。お砂糖を、大さじ1ぐらい入れます。どこでしょう、まあ、こんなもんかな。大さじ1入れて、お水を小さじ1から大さじ1ぐらい入れます。まあ、これ結構適当でもいいんだけど、少ない方が短時間でできるんで、まあ、小さじ1ぐらいで思ってもらったらいいですかね。で、これでね、ちょっとなじませますね。はい。まあ、こんな感じで、まだ溶けてないですけど、これで十分なので、この状態でレンジに入れます。600W でだいたい、まあ、小さじ1だったら1分40秒ぐらい。で、大さじ1まで入れちゃったら、2分半ぐらいまでは許容範囲かな。まあ、うまい具合にね、開け閉めして、ちょうどいい濃さのカラメルにしてください。まあ、ちょっと濃いめでもね、後で水足すんで、それで大丈夫です。じゃあ、これでね、チンしていきましょう。今回は、小さじよりちょっと多いぐらいだったんで、2分間チンしていきたいと思います。泡取る、回っとる。はい、ではね、今ね、レンジが、まあ、チンしてる状況なんでうるさいんですけど、この間にね、早めにね、水を小さじ1用意しておきましょう。これがね、出来上がったカラメルにすぐ入れないと、そこにこべりついちゃってね、洗っても取れなくなることもあるので、先にね用意しておきます。はい、ではねこんな感じで色がついてますね。ちょっと見にくいですけど色がついております。で、これにね先ほど用意したお水小さじ1を入れます。で、これをね急いでこう混ぜますね、全体的に。固まらないようにねしてあげましょう。で、一気に温度が下がるんで、マグカップが薄いものとかあんまり必
がいいもんじゃない場合はもしかしたら割れちゃうかもしれません。その場合はね、自己責任でお願いします。申し訳ないです。よし、でこんな感じでね、だいぶ温度が下がってきたんですけど、まだ暑いので、まあマグカップもね暑いので、この状態でね、ここにバーってかけるとね、プリンが溶けちゃうんですよ。なのでちょっとだけこのカラメルをね冷やしたいと思います。後ろ電子レンジうるさくてすいません。とっても重要なカラメルをかけるシーンが撮れてなかったです悲しい。そしてね、あのカラメルはしばらく置いとくとどんどん固まってきてね、ドロッとしてくるんで、まあちょっと温度がだいぶ冷えてきたぐらいでこんな風にかけるとね、すごく綺麗な仕上がりになります。ぜひ試してください。それでは食べていきましょう。わー、取れてなかった。それではいただきます。じゃあね、これをいただいていきたいと思います。こんな感じですね。すごい白と黄色がすごい綺麗ですね。カラメルはね、濃くすると黒くなるんですけど、薄めにするとね、こんな感じで明るい色合いになるんで、まあどっちが好きかっていう感じなんで、どっちでもいいと思います。味はね、そんなに変わりません。ちょっと色が濃い方が焦げっぽい味っていう感じなんで、どっちでもいいですね。それではいただきます。うん、最初にカラメルの香りで、色薄めのカラメルなんでそんなに苦味なくて、まあ甘みが中心のカラメルの香りがきますね。で、その後、もうその後はひたすら牛乳と生クリームのこうミルク感のある強いプリンの、ミルク感のある強い強いミルク感のあるこう味わいがずっと続くっていう感じ。最高に美味しい。で、今回、固めるのに粉ゼラチンを 5g 入れたんですけど、この粉ゼラチンはしっかり固めたい、まあ失敗したくないっていう方は 5g 入れてもらったらね、まあ失敗しないんですけど、ギリギリの、そして最高の生感を演出したいという方は 4.5g、 それから 4g っていう風にギリギリを攻めてみてください。攻めすぎると固まらなくなってしまって、この形状が出せなくなるんですけど、こういった丸い形状がね出せなくなっちゃうんですけど、その代わりこうボテッと出る代わりにすっごい生な感じの食感が生まれるので、家で食べる分にはそっちの方がいいかもしれないです。なので、私粉ゼラチンね 1g から順番にいろいろ試したんで分かるんですけど、一番生感が出たのはだいたい 3g ぐらいなので、まあ 3.5、4 ぐらいを攻めると形も整ってて、すごい生感のあるちょうどいいプリンに仕上がるかなと思うので、ぜひやってみてください。うん、うまい。今後ね、料理の反省点もね、感想で言おうと思ってたんですけど、これに関してはね、反省点ないな。まあ強いて言うなら、砂糖もちょっと多めで甘いのの方が私は好きでしたかね。だから小さじ1入れたんだけど、もうちょっと多くてもよかったかもしれない。で、ほら中が真っ白で綺麗なんですよ。すごい綺麗だと思いません？これで、プルプルだし、ほらそれではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、今回はね、粉ゼラチン、砂糖、生クリーム、牛乳で作るたった4種類でできるのにこんなにプルプルで、そして本格的なプリンをご紹介いたしました。これはね、本当におすすめのデザートなんで、ぜひ作ってみてください。目にもね、美味しい真っ白プラスこの鮮やかな黄色ね、最高なんで、ぜひね作ってみてください。それではバイバイ。